川越城。川越城は埼玉県川越市にある日本の城。江戸時代には川越藩の藩長が置かれた。別名、初狩城、霧が暮れ城、関東七名城、日本百名城。通常、川越城の名称を表記する場合、中世については川越城、近世以降は川越城と表記されることが多い。 武蔵野大地の北東端に位置する平山城。1848年、海江元年に建てられた本丸御殿の一部が現存する埼玉県有形文化財。かつての城は、現在の初刈里公園から川越市役所に至る広さであった。大半は失われ、二の丸跡は、川越市立博物館、川越市立美術館、三の丸跡は、 埼玉県立川越高等学校となっているが、高校の南に小高い丘の藤宮櫓と埼玉県指定史跡が残り、頂に御嶽神社と浅間神社が建っている。川越城には天守はなく、宇都宮城の生命大倉と同様に、城の中で一番高いところにあった藤宮櫓が天守の代わりをしていた。藤宮櫓は山荘と考えられている。 中世から近世にかけて改築がなされ、規模を大きく変えた。半世時代には、堺忠勝、松平信綱、知恵、伊豆屋柳沢義康など、幕府の養殖についた歴代藩主が多く、幕閣の老中数7名は、全国でも最多の藩の一つであり、江戸時代中期までは老中の居城であった、中期以降は審判。室町幕府より、 関東の抑さえとして置かれた鎌倉府は、代を重ねるごとに独立志向を強める鎌倉公方足利氏とその補佐役でありながら、中央を支持する関東管理上杉氏との内部対立が生じ、1454年、京徳三年に公方が官僚を殺害するに至り、関東を戦乱の世とした京徳の乱が勃発した。鎌倉府は内戦で壊滅し、区房は 渡瀬川の対岸である下宇佐国古川に拠点を構え、小学坊、中央の指示を得た上杉氏と関東を二分した。武蔵国東部の提出地帯は、上杉氏と小学坊の対立の最前線となったため、小学坊の勢力、小賀城や関宿城、於城などに対抗する上杉氏の本拠として、1457年、長禄元年、 大木谷上杉市の上杉持友は、火災の大田道真、大田道館府市に、川越城、川越城の築城を命じ、自ら城主となった。加えて、上杉持友は、南方の下宇佐国との国境に、江戸城も築城させ、道館を城主とし、両城を軍事道路、後の川越街道で結び、小学坊への防衛線を構築した。 大田道館は、乱の収束に尽力し、1482年、文明14年に、室町幕府と小学坊は和睦したが、名声を高めた道館を恐れた、主君、大木谷上杉貞政、ま持ち友の子は、道館を暗殺した。これにより大田家は、大木谷家と離反、上杉家内も、山内家と大木谷家の内部分裂と構想を、繰り返し、それに、小学坊が介入する。 泥沼の長教の乱となる。1497年、明王六年には、大木谷上杉氏の当主、上杉智義が居城する川越城に対抗して、山内上杉氏当主、上杉秋貞が、入間川対岸の旧川越館に、上五陣を構築し、小学坊の足利正氏を招いて、7年間も、睨み合った。長教の乱の頃、駿河国今川氏に仕えていた。 北条宗雲は関東の騒乱に乗じて、芝叩く間に伊豆国から相模国を制圧した。宗雲の帝氏、北条氏綱は武蔵国制圧のため、1524年、大英四年に大北に上杉智之の江戸城を治め落とし、翌年には大北に片の岩月城を占領して武蔵の内陸に食い込んだ。智之は川越に逃れて形勢を立て直し、 わらび城や岩月城で攻防を繰り広げた、以後、川越野戦までを総じて、川越城の戦いという、1537年、天文六年に、友儀が死んで友貞が家督を継ぐと、宇治妻はそれに乗じて一気に攻勢をかけ、川越城を奪取し、武蔵国支配を確定した。友貞は、北方の松山城へ逃れ、川越城は以降、 あと、北条氏の武蔵国に支配の拠点となる。特に、川越州と呼ばれる大道寺氏らの精鋭部隊が置かれた。1541年、天文10年に、北条氏綱が死に、氏康が継ぐと、川越上奪回を図る大木谷上杉智貞は、それまで敵対してきた小学坊、足利春氏、山内上杉氏、上杉則政と連合を組み、1545年、 天文14年10月から八万の大軍で川越城を包囲し、後北条氏との決戦に臨んだ。また今川義元、武田信玄と連携し、駿河と武蔵で、ほぼ同時に後北条氏に対する軍事行動に出る、ことで圧迫強めた、第二次、加藤一覧。後八万で有名な北条綱重は半年に及ぶ、牢城で帝、抵抗、1546年。 天文15年4月に、後攻めの北条宇治安による野衆で、連合軍を撃退した。これが、日本三大野戦の一つ、川越野戦である。後北条家は、武蔵国の支配を完成させ、一方、大木谷上杉氏は、東州知事に,により、滅亡、久保は古川に逃走、山内上杉氏は武蔵を捨て上野国へ逃亡し、長岡ゲ虎に保護された。 あとに影虎は、上杉家と関東官僚を継承して、上杉謙信となり、御法上領への信仰を繰り返す。あと法上氏は、川越城を手に入れると大幅な修繕を実施し、特に大道寺正重は、三路丸と山幡角の拡張を行い、西方面への防備が強化された。五百九十年、天正十八年の豊臣秀吉による小田原生伐では、 川越城を守っていた後、北条氏の宿老、大道寺正重が、上野国まで出陣して迎え撃つが降伏。前田利家の軍勢が、川越城に入城した。徳川家康が関東に封ぜられたのに伴い、徳川市不大筆頭の坂井忠が一万国を持って川越に封ぜられ、川越藩が立藩した。現在、城市の大部分は、市街地となっており、 王子の姿を想像するのは難しいが、市役所、かつての西大手門の西方600メートルほどに、本丸御殿の一部、大広間と玄関が現存していることは、特筆値する。本丸御殿大広間が現存しているのは、日本では川越城の他には、高知城のみで、貴重な遺構である。本丸御殿南側には、富士宮倉と西方には、 中の門付近の掘り跡が現存している。2018年に公園整備を推進する基本計画を策定する予定で、城跡に建設された初0狩り球場を移転する方針を固めている。本丸御殿は、1848年、河江元年、松平成常の17万国時代に建てられた入りもや造りで、豪壮な大東派布と切りよけのついた間口19軒。 奥行き5軒の大玄関、車寄せを持つ。36畳の大広間は、板間で玄関と区切られ、さおべり天井で、奥行き3軒の座敷には九尺の廊下が四方を囲っている。縦つぼは165坪である。当時は16棟、1二2 5坪の規模を持っていた。明治に入ると廃城令で、多くの建物は解体され、現在残る建物は玄関。 大広間部分と、軽お詰め書のみとなっているが、本丸御殿大広間は、川越城の他には、高知城にしか現存せず、全国的に見ても貴重な意向である。玄関、大広間部分は、入間県県庁、入間軍港会所、さらには、タバコ専売局淀橋支局川越分工場へと、転用され、1933年、昭和8年には、川越武道奨励会の修練道場となり、 名称も初刈部特伝に変更。戦後は川越市立第二中学校。現在は初刈中学校の校舎や屋内運動場として使用されていたが、1967年昭和42年、県指定有形文化財に指定された。過労詰め書については、解体後上福岡市、現、富士見野市の民家に移築されていたのを再度移築したものであり、 位置は以前とは異なっている。こちらも1991年、平成3年に、県指定有形文化財に追加指定された。2008年、平成20年10月から2011年、平成23年3月まで、保存修理工事が行われた。本丸御殿から南西直線で150メートル、道のりで約300メートルのところ、三の丸跡地である。 埼玉県立川越高等学校南側の小高い岡が城内で最も高い位置にあたり、この地に三層の藤宮蔵があった。川越城には天守はなく、宇都宮城の生命大蔵と同様に、藤宮蔵が天守の代わりとなっていた。正確な規模は不明だが、江戸末期の慶応二年、1866年に川越城を測量した時の記録によれば、長さ八件三尺。 約15メートル、横発見、約14メートルあったと記されている。富士倉の名前の由来は、文字通り、富士山を望めたためである。現在は、浅間神社と御嶽神社が建っている。本丸御殿から、市役所方面へ、約300メートル西方の各町一丁目付近の住宅の裏には、中の門付近の掘り跡が現存しており、2008年、平成20年より、 川越市による公園整備で堀や門の復元が行われた。中の門堀は西大手門側から本丸方向への敵の侵入を阻むために巧みに廃された堀の一つであり松平信綱によって作られたものである。本丸御殿の東側に隣接する三吉、野上社境内にはかつての川越城の土塁と見られる高台がある。また、 城跡と北方の氷川神社の間は定地となっており、かつて堀であったことがわかる。かつての西大手門は川越市役所前に、本丸門は初狩り球場近くに、拓沼門は富士宮倉近くに、南大手門は第一小学校西門近辺にあった。南大手門の馬出しからの道が、かつての城内の道の名残を止めている。南大門近くの 長島家住宅は武家屋敷跡で埼玉県内に残る江戸時代の武家屋敷の遺構はここだけである。川越では判明で武家屋敷の池垣は空立ちと決められており美しい家並みを形成。長島家住宅の池垣も空立ちである。また市内にある雲光山、栄林寺の山門は二の丸の蓮池門を移築したものという。市立博物館の資料によると 東松山宿図袋843の民家の門、旧川越城裏門ピは、川越城の裏門を移築した二層の長屋門のものと、いわれ、間口十四間、奥行き三軒半、扉部が二軒半の規模を持つ。川越城の移築門とされるのは、扉の天井部分等に今でも、種の跡が残されているためであり、縄文由来の部材は、扉のみである。このか、 市内三区母町の成田山急客殿、加藤市武蔵の村武芸館が移築されていることが同じ資料にあるが、加藤市のものは取り壊されて現存しない。また、川越市立博物館には、川越城のものと言われる扉が保存されている、非公開。川越城と江戸城は、追記当初より深い縁があるが、川越城南方の北イン、本丸御殿から南へ約八百メートル。 徒歩10分には、江戸城の建物が移築され、現存している。客殿には、徳川家光誕生の間と言われている部屋があり、家光の乳母春日局の間を含む、書院、栗も移築されている。すべて国の重要文化財。初期の江戸城の御殿建築と末期の川越城御殿建築を比較する上で、両者とも貴重な意向である。また、市内の氷川神社。 本丸五点から北へ約400メートル、徒歩五分には1637年、寛永十四年に、家光が江戸城二の丸に建立した、東照宮が移築されている。江戸城内の宗教的建造物としては現存する、唯一のものである。老中主座で、知恵、伊豆と呼ばれた、松平信綱によって形作られた、川越の町割は、十家町四門前町、十家、 長子門前町に合文、城付けを設けた合理的なもので、三方を定地と河川で囲まれた防衛に、最適な大地の形状に合わせて、城と城下町が配置された。大地の北端に城と、その本丸の北側に総鎮守の氷川神社が置かれた。表玄関である西大手門の前は、天馬問屋の置かれた江戸町で、そこを起点に南方に、川越街道が江戸まで伸びた。 西大手門から西へ進む先には、考察場である、札の辻が設けられた。ここを軸に、縦23条、横78条の大ね5番の目状に町割りが、なされた。また、袋工事、鍵の手七曲り、定時路など、城下町特有の街路が作られた。札の辻を中心とした一帯が、城下の商人地区である上郷が町である。その目抜き通りが今日では、 蔵造りで有名な一番街である。町屋は、おおむね間口数館、奥行き15軒から20軒の短冊型に区切られた。上子が町に隣接して、時の鐘も立つ職人町の籠が町があった。ここまでが町奉行の管轄であった。一番街のさらに西側には幼樹院、蓮香カオル寺、行伝寺、妙養寺が4つの門前町を形成した。 町引き氏はここまで担当した。本丸の周囲には内堀が張り巡らされ、その南側に武家屋敷が立ち並んだ。家老屋敷などは南大手門周辺に、下級藩士は川越街道の入り口近くの組屋敷に住まわされた。そのさらに南側は江戸幕府の直営者であった北井宮千葉東照宮が広大な寺領を構えた。これは軍事的配置でもあった。 その南方には、川越の外交である、川越五河岸が設けられ、大きな物資は船でしか運べなかった時代の川越の物流拠点であった。同様、東梁瀬は、城内にあった三好の神社を舞台にしたものだと言われている。庶民は気軽に参拝できるものではなく、御用のないもの同車線であり、帰りは厳しいチェックが待っていたので、行きは、よいよい帰りは怖いだった。 2006年、川越城は日本百名城19番に選定され、同年6月から全国規模の日本百名城スタンプラリーが開始された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。